はい、どうも、また始まりましたフィールド TV です。今回のゲストはソルーナのお二人です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介を。はい、ソルが太陽、ルナが月でですね、合わせてソルーナというアコースティックにてやってます。ヒロドと言います。珍しい苗字の田中大河と申します。よろしくお願いします。鉄板のネタでございますね。鉄板です。はい、ひろと君と大河君のお二人、それぞれの出身地をちょっと知りたいんですけれども、はい、僕がですね、九州の宮崎県出身です。大河君の出身地は東京の足立区で生まれて。じゃあ東京の人だ。東京の人です。ずっと東京で。ずっと東京の人です。生年月日教えてもらえるかな。はい、1987年の7月28日です。はい、今29、そうですね。自分は1991年の1月21日ですね。誕生日。そうです。おいにって覚えてもらえれば。0121で。おいにって覚えてもらえれば。そう、あの、きついみたいな。そうですね。僕はきつかないですよ。やめてくださいね。そうです。いくつになった？26歳になりました。26。組んでどれくらいですか？2年と3、4ヶ月ぐらい。どこで出会ったの？新宿のライブハウスでナンパされました。ヒロトからね。そうですね。俺と付き合ってくれた。そう、付き合ってくれってまあでも本当にそんな感じで、まあ、こうよくあるじゃないですか、こうアーティストで壇上見てると、まあ、一目惚れじゃないですか。いい声してるなとかっていうので、まあ、僕も一人でまあ活動してたんですけど、まあ、ちょっと一人だと寂しいなっていうのもあって、で、まあ、彼にまあ声かけたら、じゃあお願いします。どう思ったの？すごかったです。次の日メールが来て、昨日一応に出演させてもらったチョンです、ヒロトです、コンビ組みませんか。教えた記憶がないんですよ、アドレス。そう、本当だよ、本当に。だからなんで知ってんだっけ。トーカーなのかなって思ってたけど、今携帯勝手に見たのかな。覚えてない。覚えてない。そういう連絡先は交換しなかったから。すごいなと、その行動力に惹かれて、よろしくお願いします。怖いじゃん。やばいかもしれない。全く記憶がないですね。記憶ないだよね。すごいよ、鮮明に。じゃあ謎の出会いという謎の出会い、はい、ということでございますけれども、はい、ソルーナって曲はどっちが書いてそれぞれ。それぞれですね。そうですね、はい、いろんな形があって、僕が一人で作る時もあるし、彼が一人で作る時もあるし、逆に僕が歌詞、彼が曲で、そういう逆もあったりとか、いろんなパターンがある。いろんなパターンがあります。はい、そうなんだ。じゃあとりあえず、それではまでの音楽っていう歴史をちょっとお話しします。中学校2年ぐらいからギターを弾き出しました。で、高校2年ぐらいの時から今度はバンドを始めて、大学ぐらいまで一応やってたんですけど、まあ、就職を機にちょっと離れて音楽と。でも、ね、やっぱり大阪時代は、そう、音楽、あ、大阪時代は、まあ、本当に、まあ、趣味程度というか、その同僚でバンド組んだりとかしたんですけど、本当にその程度ですね。音楽で同時化しようと思って東京出てきたの？いや、違います。あ、そういうわけでもない。そうです。はい、本当にもう純粋に仕事で、あ、東京出てきた。はい、まあ、今でも仕事しながら音楽やってるんですけど、うん、でやっぱり一人っていうか、アコギじゃないな、音楽やりたいなと思って、でも身寄りがいないので、友達もいないから、だからじゃあ一人でアコギすっかなみたいな感じ でそれから、うん、まあ一人でやってると、まあ出会ってという感じですね。なるほど。はい、では大河君の歴史を。もともと俳優をやってて、あ、そうなんですか。はい、でうちの父親が俳優をちょっとそのスムーズに、まあ、俳優 やれと言ってて、で歌もやろうとしたんですけど、まあ、歌はダメだと言われ続けて、でも歌やりたいなと思ってて、21歳にギターを手にして弾き語りをやりたいなって思ってから、さっきのいきさつ、まあ、その一緒にライブをすること、一緒にライブというか、たまたまライブハウスで出会ってとかっていうのがあるから、まだ浅いんですよね。俳優はもう今一旦ちょっとやめさせていただいて、音楽でちょっとうちの父親に何かいつか聞かせられればなと思ってますけどね。それでは最近凝っているもの、ハマっているものについて、はい、お話しください。あ、僕はですか。はい、YouTube 鑑賞です。本当に YouTube 鑑賞。いろいろ発見を求めて YouTube さばようという。そうです。そうです。なるほど。体力は。自分は最近凝っているものはうまい棒。うまい棒。うまい棒。凝ってて、いや、これ誕生日だったんですよ。さっき言ったお客さんに、なんか欲しいものあるって言われて、で気を使ってうまい棒でいいよって言ったんですけど、でこの前
段ボールで渡されて、数えてみたら270本のうまい棒が270本あったんで、いろんな味のやつ、いろんな味が、味でその中でいろいろ味を確かめてたんですけど、納豆味、うまい棒の納豆味が、あれ美味しいでしょ、サクッとしてんのにトロッとしてんの、納豆ってさトロトロしてるじゃない、サクサクが欲しかったの、あれに詰まっちゃってんの、それを食べながらハイボールを飲むっていう毎日が楽しいですね、です。皆さん、あのソルーナの大学にはそうですね、納豆、納豆味の、あ、でももういらないです、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 もう大丈夫です、十分なんで、十分なんで、大丈夫ですよ、来ちゃいますよ。それではお互いの楽器紹介を、お願いします。まずじゃあひろと君、はい、はい、では紹介を、ギブソンです、はい、ギブソンの J15 というモデルで、ですね、ちょうど1年前とかですかね、はい、もともとテイラーっていうギターあると思うんですけど、それ持ってたんですけど、それでも自分ではすごい好きだったんですが、やっぱり弾き語りっていうと憧れるモデルというかギブソンは、実際弾いてみるとすげえ良くなってくれるし、弾いてて弾き語りで歌っても気持ちがいいので、今はメインとしてこれ使ってます、はい、ギブソン、ギブソンユーザー、はい、では楽器の紹介をお願いします、はい、マーチンですね、マーチンですね、ギブソンに対してマーチン、はい、初めて買ったギターで、あ、そうなんだ、そうなんです、要は相方と組むときに何かいいギターを持ってた方がいいのかなと思って、うん、ちょっと十何万だよね、そういうのを買って今でもちょっと渋いね、でもこれね、そうですね、今後も使う、を使いたいなと思ってます、はい、マーチンとギブソンの、はい、まあ、すごいソルーナでマーチンとギブソン、すごくない、なんか、まあ、そうですね、それもなんかいいかななんて思って、はい、なるほど、はい、それでは、告知を、何、ね、か告知があれば、2月の5日にですね、代官山ループさんでワンマンを打ちます、はい、初のバンドスタイルということで、実は今日収録この後ですね、終わった後に、バンドメンバーとリハに入っていきます、はい、18時半、うん、スタートですか、しますので2月5日、はい、ぜひ、足を運んでいただきたいなと思います、よろしくお願いします、では今日演奏する曲の楽曲の紹介を、星と君と僕というですね、歌なんですけれども、2人で作ったと言ってもいいですね。最初は彼がなんとなくぼんやり歌ってたのが、あ、いいなと思って、まあ、僕が形にしていったというような感じですね、はい、分かりました。それでは、はい、ぜひお楽しみください、本日のゲストはソルーナのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。たくさんのカメラからこう見られるのがなかなか、うん、なんかドキドキして恋しそうだって毎週金曜夜9時、フィールド TV、チャンネル登録よろしくね。